皆さんこんばんは、コリンクです。ジョーカーと戦っている時に何を考えているのかを解説してほしいと言われたので、切り抜いて解説していこうと思います。ファイヤー復帰のキャラなので、積極的に復帰処理をして、アルセイヌを出す前に相手のストックを奪っていきたいですね。空中技での差し込みか、強力なのでクレヌ役員前などで相手が技を出す前に先出して潰す感じにしていきたいですね。ここジャンプ、潰そうとして失敗していますが、基本的にはこんな感じで、相手のジャンプ攻撃が出る前に潰すのを徹底したいです。アルセイヌがいないときは、ウェディーに観客を取られて、アルセイヌを呼ばれたくないので、横ビーやジャンプを駆使して、気合で横から帰ってください。崖展開でアルセイヌを出す理想の展開になりましたね。アルセイヌを早く消したいので、リドリーがダメージを取りやすい崖展開にしてからアルセイヌを出したいですね。ジョーカーはセカラカーンにさえ気をつけていれば、リドリーはかなり崖ダンがしやすい方なので、ジャンプ上がりを上にで潰し、その場を誘って横強を当てましょう。復帰措置に行こうとすると、A ダウンで邪魔されたり邪魔されなかったとしてもミスをすれば 100% 死ぬので、基本的には復帰措置には行かず崖ダンをしていきたいですね。DA です。一説によれば確定してるのでなさっていきましょう。スラッシュを1と外を混ぜることで今後の判断を難しくしています。リドリーは今後耐性が全キャラ中最弱クラスなので、防衛を些細な抵抗で承知でもダメージを減らしていきましょう。オンラインの対ジョーカーの考え方としては、逃げる時と攻める時、メリハリをしっかりとつけるのが大切だと思います。ジョーカーは確かに立ち回り自体は強いですが、今後指導はコア自体にはリドリーがちゃんとバーチャンが取れるようになっています。おそらくジョーカーに勝てない人は、アルゼンヌが出た時にビビりすぎて取れるバーチャンを取らないで負けたり、逆に調子に乗りすぎて相手にバーチャンを取られて負けていたりする人が多いと思います。なので最初に言った逃げる時と攻める時のタイミングを見極めて、相手の行動にしっかりとマジレスするのが大ジョーカーではとても大切になるんですね。特に言うことがなくなったので、ただ動画垂れ流しておきます。質問があればコメントしてくれればできるだけ答えます。